国山ハセンファミリーにおすすめプラン、お子様と行きやすい国は、時差やアクセスはまるっとご紹介しちゃいます。こんにちは、ニュートの大木ゆうきです。海外旅行が大好き、海外旅行が最大にして唯一の趣味である私がですね、皆様に旅のご提案をする新コーナーでございます。よろしくお願いいたします。さて今回はですね、ビジネス映像メディアピボットさんで共演させていただいた国山ハセンさんファミリーにご提案する回となっております。前回ですね、ピボットさんで YouTube というものをどういう風にしてたら皆さんに見ていただけるかみたいなのも私しっかりと学ばせていただきまして、そのあたりも踏まえた動画になっております。私の旅行愛がたっぷり詰まった動画になっておりまして、うざいですとかうるさいですとかやかましいですとか、ご意見ございましたらぜひコメント欄にお寄せいただけましたら嬉しいです。もし気に入っていただけたら、こんなところが良かったよとか、あとこんなところについても教えてなどもね、入れていただけたら嬉しいです。気に入っていただけたらチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それでは国山ハセンさんファミリーへのご提案参りましょう。というわけで、国山ハセンさんに関してなんですが、皆様ご存知、国山ハセンさんは元 TBS のアナウンサーでいらっしゃいます。2022年の末で、退職してからはですね、ビジネス映像メディアのピボットで働いてらっしゃって、同時にタレントとしてもテレビなどに出演されているということです。そんなハセンさんなんですが、奥様と1歳3ヶ月まだ小さいお子様がいらっしゃるパパでもあるということなんです。この夏は1週間からもうちょっと9日ぐらいのお休みをとって、小さいお子様と楽しめる夏の旅行プランが欲しいということでご要望をいただいております。というわけで、国山ファミリーのプラン提案に関して一つ私テーマを定めさせていただきました。それがこちら、小さいお子さん連れは時差なし旅行で家族みんなハッピー。これをもとにですね、今日は3プランご提案していただきたいと思っております。早速参りましょう。国山ハセンさんファミリーにおすすめ、一つ目は、結局グアムがいいんじゃないか、グアムでございます。これね、どういうことかご説明させていただきますよ。テーマとしては、結局グアムが幸せなんじゃないか、これ私が子連れ旅行を繰り返して出た結論なんです。だからもう本当正解をお教えしちゃおうと思っています。何かというと、やっぱりここと近さなんですよね。時差はグアムたったの1時間ですし、日本からご存知3時間半で直行便があります。もうね、日本よりも近い海外っていうところかなと思うんですね。とにかくアクセスが良くて時差がないということで、特にお子さん1歳3ヶ月でいらっしゃると、ハワイいいんです。もうハワイはハワイにしかない魅力があって最高なんですけど、ハワイとかに割とこうきつめのスケジュールで行きますと、これは完全私の見解ですが、行って1日帰って2日だいたい子供は機嫌が悪いです。時差ボケ で変な時間に起きちゃったりとか、変な時間に眠たくなっちゃったりとかして、もうやだっていうようなシーンを何度も目にすることがある。もうね、これを考えた時に、ハワイは本当に最高なんですけど、結局家族みんなの幸せポイントが集まる部分、一番こう重なる部分がどこかって考えた時に、私は世界中見てグアムが正解なんじゃないか説を唱えさせていただきたいと思っております。でこのグアムプランなんですけれども、やはり近いというところもありますし、まあ、ハワイ行こうかな、モルジブ行こうかな、フィリピン行こうかなとか、いろいろ考えている方にとって予算感で言うと贅沢できちゃうんです。そこでおすすめのホテルがこれ、ジュシタニグアム。これタイ系列の高級ホテルブランドなんですけれども、グアムの立地、最高の場所、史跡な見解によりますと、グアムのど真ん中、ここだっていう場所にあるのがこのジュシタニグアムなんです。で場所も最高ですし、この場所からもうショッピングとか、あと水族館とか行くことができる最高の立地にあります。でやっぱりしっかりとしたリゾートですので、まずお母様はゆったりとタイ式のスパを受けていただいて、ゆったりと過ごすことができる。お子様はパパと一緒にその時間プールで楽しむ。小さなウォータースライダーもあるので、1歳3ヶ月にとってはもう初めてのパパとの大冒険になるかなと思います。パパがしっかりと浮き輪を持って一緒にこう泳いでいただくようなエリアがしっかりとございます。さらに目の前がもうビーチなので、お子様のもしかしたらこうビーチデビューということにもなるかなと思うんですね。やっぱり海嫌いってなっちゃう子結構多いのが、砂だったりとか塩気だったりとか、そういうので嫌だってなっちゃう子いるんですけれども、もうね、このビーチデビューは本
本当に至れり尽くせりですよ。グアムの海って遠浅なので、こうハワイの結構ワイキキビーチって割と波が高くてヒヤッとすることあるんですよ、小さなお子さんがいると。ただここは本当にあの遠浅で本当に穏やかな海ですので、チャプチャプしながら波打ち際で遊ぶことができます。で砂遊びしてちょっと海に浸かって、結構こう水が澄んでる時だとこう目視でお魚が見られたりとかもします。海で遊んで、あーシュナシュナってなったらすぐに、もうすぐ目の前ですからプールに戻ればいい。戻ってシャワー浴びさせてまたプールに入ればスッキリとなりますので、もう小さなお子様のビーチデビューにも最適でございます。あの近くにもたくさん先ほど申し上げたようにアクティビティもございますし、あとお食事なんですけど、デュシタニグアムちょっとお値段は張りますが、ここのステーキハウスとタイ料理のソイ、ここは私はもうグアムの中で美味しいものを食べるならツートップだと思いました。すごくあの日本レベルで美味しいというと語弊があるかもしれませんが、やっぱりグアムの中で美味しいものを食べるならこのレストランかなというレストランがホテルの中にございます。で、あのちょっと朝足を伸ばしてすぐ近くにエックスンシンクスがございますので、パンケーキなんかも楽しんで、こうあグアム来たななんていう、あちょっとまあハワイなのグアムなのなんて思いながらパンケーキも楽しんでいただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。さてこのデュシタニーなんですけれども、デュシタニー宿泊5日間でだいたいニュートですと35万円30万円半ばぐらいから、ご用意ご家族で お楽しみいただけます。4日間ですと30万円程度で行かれるということですので、予算をこう ゆとりを持って贅沢に楽しむグアムいかがでしょうか。続いて2プラン目はシンガポールのお台場で気軽に楽しもう。来ました、シンガポール。ここは外せないですね。シンガポールの勢いっていうのはね本当にすごいので、どうしてもプランを練ってる時にここは外すわけにはいかないなというふうに思ったのがこちらシンガポールでございます。で1歳3ヶ月とかちっちゃいお子様がいる時は、あの有名なマリーナベイサンズとか中心地に泊まるのももちろんなんですけれども、セントーサ島という本当にこうちょっと離れたお台場のようなエリアがあるんですね。セントーサ島は小さなお子様連れにおすすめです。でいくつもホテルがあって、本当にこう予算感とか好きな雰囲気に合わせて選んでいただければと思うんですが、私のおすすめゆったり過ごすならばシャングリラホテルがおすすめかなと思います。あのプールが本当に広くて、ちっちゃなお子様が楽しめるエリアがあったりとか、あとキッズクラブがあったりとかもしますので、あのホテル内で十分に楽しんでいただけるかなというふうに思います。もう少しお子様が年齢が上がってアクティブに行く場合はですね、ユニバーサルスタジオがあったりとかするエリアがありまして、そこにもホテルいくつもございますので、そのエリアのホテルを選ぶといいかなというふうに思います。シンガポールというところの魅力なんですけれども、あの植物園ガーデンオブザベイだったかな、ガーデンベイですね、ございまして、ここが本当にちっちゃなお子さんを連れて行くにはおすすめの観光スポットとなっています。この植物園もちろんあのお散歩してて楽しいんですけれども、プールではなくてお水が飛び出してちっちゃい子供が転んでも大丈夫なような広いウォーターパークがあるんですね。でそこで実際3ヶ月だとよちよち歩きだと思うんですけども、安心して水遊びができるというエリアがありますので、観光スポットとしておすすめ。あのナイトサファリなどもあの人気の動物園なんかもあります。ここはあの私ちっちゃい、ほんとちっちゃい、それこそ1歳ぐらいの時に娘連れてって、キリンさんに直接餌をあげるという、もうすごいんですよキリンの舌って。これじゃ言いませんけど行ってみてください。キリンの舌が近づいてくる時の大人の恐怖と子供の好奇心みたいなものを楽しめるこの動物園もございます。水遊びをできる場所が至る所にあるので、あの常にお着替えをちょっと入れといて楽しんでいただければというふうに思います。セントーサ島を先ほど申し上げたようにシンガポールのお台場っていう感じの雰囲気のところなんですが、正直ビーチから見る景色が大きな貨物船が見えたりとか、ビーチというよりは正直港の感じが出るんですね。もうちょっと足を伸ばしてもいいかなというところですと、シンガポールからフェリーが出ていまして1時間かからないくらいでマレーシアのデサルコーストというところに足が伸ばせるんです。思い切ってここをさらにプランに入れ込んでみるのもおすすめかなと思います。ウェスティンホテルがありまして1泊3万円ぐらいプラスアルファでかかりますけれども、おすすめ。さらにお子様向けですとハードロックホテルもありますので、その辺をチョイスしてみるのも楽しいかなと思います。やっぱりシンガポールからマレーシア行くと物価の安さとかも際立ちますので、その辺含めてお買い物なども楽しめるかなというふうに思います。いかがでしょうか。シンガポールからちょっと足を伸ばしてみるプランご提案させていただきました。
さてニュートで行くならというところなんですが、シンガポールプラスセントーサで分泊になります。そうしますとコンシェルジュご相談にはなるんですが、だいたい今試算してみると41万円くらいからプラン組むことができるかなと思います。シンガポールでマリーナベイサンズ泊まってシャングリラに泊まる、セントーサでシャングリラに泊まるなんていうプランはすごくイメージつきやすいかなと思いますので、ぜひご相談ください。におすすめするプラン3つ目、ごめんなさい、もう私が大好きで YouTube をもし何度も見ていただいている方にとってはまた出たと思われるかもしれません。そんなあなたはもうあれですね、ニュートファミリーですね。ブルネイでございます。正式名称をブルネイダルサラームという国名なんですけれども、ここおすすめでございます。まずもうブルネイってどこじゃないですか。そこからして行っただけで自慢ができる国ブルネイなんですよ。お、そんなところ行ったんだって必ず言われるし、どこにあるのから話すことができます。ボルネオ島っていうマレーシアの国土の一部にある三重県ぐらいの国なんですけれども、すごくこう行ってびっくりするのが、地下資源が豊富ということもあって国全体がすごく豊かなんですね。全てがラグジュアリーで、その中で一番こう1歳3ヶ月の方におすすめする理由としてはこれなんです。世界にしか2つしかない自称7つ星ホテルがある。7つ星っていう公式な基準はないので、あくまでも自称にはなるんですけれども、ジ・エンパイア・ブルネイというホテルがここにはございます。これ元王族の方が作られたということで、まあ本当にこう王族まで富豪マネーを感じる壮大な建物ですね。でもう本当敷地も広くて一つの町ぐらいになってるんですけれども、1歳3ヶ月でいらっしゃるとやっぱりいろいろ連れ回して楽しむっていうのが、実は大人のエゴで子供はハッピーじゃないっていうことが結構あると思うんですけれども、このジ・エンパイア・ブルネはもう1回入ってしまえば中にここ泳いでいいのかなって思うぐらい広いんです。プールが、うちの子供たちも何度も私にここ泳いでいいのって不安になっちゃうぐらいプールが広い、ほんと永遠に続くプールに、別でキッズプールもあったりとか、あとプールバーがあるエリアがあったりとか、もう本当に広いプールがあって、でさらにビーチの横にプレイパークがあったりとか、小さなお子様にもぴったりのウォーターエリアがある。でさらにボーリングができたり映画が見られたりとか、あと本当にちっちゃいお子さんだと敷地内をカートで送ってくれるので、そのカートに乗るというだけでも非常に楽しめるホテルになっています。もうここ行ってこの中でずっと滞在するっていうと、本当の意味でパパもママもリラックスできちゃうというところになります。1歳3ヶ月だとちょっとまだ厳しいかもしれないんですが、ブルネイの一つの魅力として熱帯雨林の中で楽しむアドベンチャーツアーがございまして、これぜひご相談ください。ご興味ある方ニュートはトラベルコンシェルジュ、すごくいいガイドさんとつながってますのでご紹介できるかなと思います。このアドベンチャーツアーが私はすごく楽しくて、大きい浮き輪に乗って川下りを楽しんだりとか、キャノピーって言ってすごい高いところまで階段登っていって広大な熱帯雨林の全景を楽しんだりとか、あと現地の人が作ってくれたランチとか、全てアクティビティが詰まったパッケージなどもありまして、本当にこう広大な自然を楽しむこともできるということでございます。ゆったりと七つ星ホテルでしてもいいし、プラスアルファちょっとこういうものを入れてみてもいい、楽しみ方が豊富なブルネイダルサラーム、とにかく行ったら自慢できるので行ってみてください。でこちらブルネイ行きたいなご興味ある方に関しては、ニュートコンシェルジュにお問い合わせください。あなたにぴったりのプランをご提案させていただきます。さあというわけでハセンさん3つのプランいかがだったでしょうか。結構ねどこも自信私あります。結局グアムが正解なんじゃないかっていうのももちろんあるし、シンガポールのお台場でのんびりもありだし、行ったら自慢できちゃうブルネイも自信があります。奥様とご相談して3つの中からこの夏のプラン選んでいただければと思います。皆さんいかがだったでしょうか。ニュートトラベルコンシェルジュ、私はギャーギャーうるさいですけれども、落ち着いたコンシェルジュがですね、皆様の旅のお要望にお答えして、独自の手配旅行も可能でございます。ぜひトラベルコンシェルジュにお問い合わせください。またグアムに関しては豊富にツアー揃っておりますので見ていただければと思います。ハセンさんいかがでしたか。お気に入りのプラン見つけていただけましたでしょうか。動画を見てくださった皆さん、よかったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントもいただけたら嬉しいです。